それでは決算説明会を進めてまいります。アステリア株式会社代表取締役社長平野陽一郎より2022年3月期第2四半期決算概要についてご説明をさせていただきます。社長お願いいたします。皆さんこんばんは。アステリアの平野でございます。本日はご対応のところ当社の第2四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それでは資料の方を使いながらご説明をさせていただきます。はい、今日はですね2022年3月期の第2四半期の決算説明会ということになります。第2四半期ですから上半期のですね状況の報告となります。まず早速決算の概況から説明させていただきます。当社3月期ということで来年3月までが一つの期となっております。また会計基準は IFRS 国際会計基準を使用しております。今回の決算概略特徴で申しますと、まず売上が増収、そして利益が上場来最高の益となっております。その要因としましては、まず売上がデザイン事業に関しては今回減少という結果ですが、それを補ってソフトウェアが好調で増収の結果となりました。さらに利益に関しては上場来最高益、こちらはソフトウェア事業が好調なことに加えまして投資事業、こちらが大変好調で、この結果を入れて最高益というふうになっております。こちらのグラフにあります通り、売上収益は 2.1% 増、そして営業利益に関しては 155.6% 増ということで、倍数にしますと利益は 2.5 倍以上の利益、前年同期比となっております。さてそれでは当社の事業を構成します3つの事業、こちらご紹介いたしましょう。まずソフトウェア事業の状況としましては、今回2桁増の結果となっております。特にアステリアワープのライセンス、こちらがですね大きく伸びました。歴史的な伸びだったという結果です。さらにサブスクも好調でして、こちらの伸びによってソフトウェア事業は2桁増となっております。次にデザイン事業ですけれども、デザイン事業は今回残念ながら減収となっております。要因としましては、欧米のまだ収まらないコロナ禍、これの影響を受けております。特に当社のオペレーションではなくて当社のお客様が影響を受けて、なかなか復活をしない、そして新規のものが得られないというところで残念ながら減収となっております。ただ売上を持ちますこのソフトウェア事業とデザイン事業ですね、ソフトウェア事業が大変好調であるということから、デザイン事業の減少よりもそれを超えて収入を得ることができて最終的に増収となっております。3つ目の投資事業ですが、こちらは売上がない事業ですけども、今回6億円を超える評価益を計上しております。こちら内容を少しご紹介いたしますと、こちらですね、アメリカの AVF という 100% 子会社によります投資事業です。2019年にスタートしておりますが、今回は台湾のゴリラテクノロジー社、こちらの評価が大きく伸びております。そして一方でオーストラリアのイマジン社、こちらはですね評価減と結果で、差し引き6億5600万円の評価益を計上することができました。この投資事業もこの4月から主力の事業として入れております。しっかりと業績が出てきているということがお分かりいただけるかと思います。次に私たちの機関であり創業事業であるソフトウェア事業ですけれども、
こちら先ほど申し上げました通り、ライセンスがですね、歴史的な伸びを見せておりまして 22.9% 増。この大きな伸びがソフトウェア事業全体の伸びをですね、大きく牽引をしております。さらに私たちが中長期的に力を入れておりますサブスクの売上、こちらも順調に 30% 増ということで、好調に推移しております。こういった背景を踏まえて、アステリアワープシリーズは15年連続市場シェアナンバーワンを達成し、先頃発表させていただきました。その他の主力製品ですけれども、まずハンドブックですね。ハンドブックはコロナの影響を受けまして、新たな契約もあったものの、一方で解約などもありまして、伸びないと、ほぼステイという結果になっております。そしてプラティオ、こちらはもう伸び盛りの製品でございますが、ノーコード戦略ということで、プログラムを書くことなく新たなアプリケーション、スマホアプリですね、こういったことが開発できるということを背景に、売り上げが2倍増となっております。またこちらはお客様のですね、感謝をかなりいただいておりまして、この成功事例というものを続々とですね、発表ができるという状況となっております。そしてもう一つ伸び盛りの製品、こちらがグラビオですね。 AI 搭載 IoT ミドルウェアのグラビオですけれども、こちらはコロナ禍でですね、売上が非常に伸びております。売上が大変伸びた去年に比べてさらに2倍増ということで、現在では販売パートナーも拡大してきております。さて、この中で私たちが中長期的に力を入れておりますのがサブスクですね。サブスクリプションという販売形態でして、これは継続して使っていただくことに関して、継続的に毎月お代を対価をいただけるというモデルでございます。当社のサブスク製品は4つありまして、アステリアワープコア、ハンドブック、プラティオ、グラビオですが、アステリアワープこのように堅調に伸びているということがお分かりいただけるかと思います。ハンドブックは現在コロナの影響も受けましてステイの状況が続いておりますが、こちらは新たに開発中の次世代製品、こちらをですね、今年度下半期に投入予定で、ここの角度を変えていく計画です。そしてプラティオ、こちらは非常な伸びを示しているということが、この MRR の推移でもお分かりいただけるかと思います。この伸びをさらにですね、継続をしていくということで、この下半期には当社史上最大のですね、プロモーションをこのプラティオにかけてまいります。そして最後グラビオ、こちらも IoT AI ということで、少し先端の技術をですね、皆さんの企業、学校、店舗に届けるためのソフトウェアですが、こちらも需要がしっかりと勢いよく伸びているのがお分かりいただけるかと思います。次に、決算の今度は費用の方になります。費用の方は販管費ということで、3年分推移を示しております。こちらですね、昨年はコロナの影響を受けて、特に上半期というものは経費をですね、あまり使わない、使えないという状況でもありました。そういった特殊事情がありますので、一昨年の販管費も今回載せております。こちら見ていただきますと分かります通り、しっかりとですね、私たちの事業推進のために販管費というものを伸ばしてきているということがお分かりいただけるかと思います。内訳についてそれぞれのですね、項目で見ていきますと、このようになっております。まず人件費ですね。人件費の方はこのように実際の費用、そして割合ともに伸ばしております。特に中期経営計画スターによりまして、こちらは人員を全世界で 1.5 倍増にする計画です。こちらの採用の方をしっかり進めておりますことと、それからその採用にまつわる一時的な費用、こちらを計上していることで、しっかりと人件費が伸びているという状況です。次に旅費交通費になりますけれども、旅費交通費右側紫色のところ、これは激減しているのがお分かりいただけるかと思います。こちら私たちはこのコロナ禍を機に、
働き方を大きく変えています。もうオフィスの定義そのものを変えて、後ほど簡単に説明いたしますが、オフィスで仕事をするという形態をなくし、また出張など移動もですね、最小限にするというオペレーションをしておりますので、このように激減して、これからも大きく元のように戻るということはない、このような費用となっております。次に高専販促費、マーケティング費用ですね、こちらはしっかりかけております。 10% を超えてきているのは実は上場来初ですけれども、こちらも中期経営計画の計画通りでして、特に伸び盛りの4つのサブスクリプション、こちらにマーケティングをかけていくということで、この 12% を超える数字、今年度も続けて、今年度後半もですね、続けていく計画です。そして最後、地代家賃、オフィスの定義を変えたと言いました。オフィスを今回ですね、10月からもともとのコロナ前の4分の1にしております。その中間段階でも世界各国でオフィスの定義を変えてきていますので、だんだんとオフィスのこの経費というものが下がってきているわけです。で、これもですね、コロナが収まったからといって戻っていくものではないですね。私たちは新しいオペレーションの仕方によってしっかりと効率的に、しかも今までより効率的に生産性も上がるという仕事の仕方を編み出しています。次にこの経費などを入れたところを入れて、売上から営業利益までのグラフになります。売上からまず原価ですね、いろんな原価がございます。そしてアンアウト、こちら今回ありません。これは買収企業の対価にあたるものですけども、今回はゼロです。そして先ほど説明しました販管費というものがマイナスされるわけですが、それ以外に先ほどの投資事業による投資先の評価益、こちらがプラス要素として青い部分で計上されまして、結果的に営業利益が8億6200万円となっております。次に営業利益から当期利益、つまり今回第2四半期ですか、四半期利益というところになりますけれども、こちらは特筆すべきものはありません。税引き前利益、あまり変わりませんが、四半期利益に関しては当然のことながら法人税等の税金を引きまして、この金額となっております。次に私たちの経営指標です。こちら定点観測をさせて、報告をさせていただいております。まず売上総利益率、つまり粗利ですけれども、こちらさらに上がりまして 83.5% という数字となっております。そして次に営業利益ですけれども、こちらは今回投資事業の利益が乗っておりますことから、これも歴史的な営業利益率 63% となっております。そして今後ともしっかり伸ばしていきたいサブスクの売上ですね、これいよいよ 22% に乗せることができました。最後に海外売上の比率です。当社グローバルを目指しておるわけですけれども、今回はデザイン事業の減少によりまして、残念ながら海外売上比率は下がるという結果となっております。さて、それではバランスシートですね。日本基準ですと貸借対照表、そして IFRS ですと財政状態計算書となりますけれども、こちら潤沢な現預金等、そして非常に高い自己資本率を未だに保っております。この最近はですね、私たちも投資事業というのをやっておりますけれども、それでもまだまだ大きな投資の余力がある状況です。これからも投資事業にも力を入れてまいります。さて、それでは最後にですね、キャッシュフロー計算書ということで、こちら見ていただいた通りですね、投資等にもお金、キャッシュの方をですね、使っておるというようなところで、このような状況となっております。さて、以上が数値にまつわるですね、ご説明ですけれども、この数値の結果を出しているさまざまな活動、アクティビティ、およびその背景についてご説明をいたします。まず第一四半期の終わりにもご説明をいたしましたが、私たちの成長施策ですね、この特に中期経営計画第1年の
成長戦略としては3つのエリアを挙げています。3つの攻めと言ってもいいでしょうか。攻めの営業マーケティング、攻めの人材獲得活用育成、そして攻めのデジタル維新、この3つを挙げています。まず攻めのマーケティングということでは、私たちはこの市場シェアナンバーワン戦略というのを以前から取っております。その中でつい先頃ご紹介させていただきました通り、15年連続でアステリアワープ、私たちの基幹製品が市場シェアナンバーワンを取っております。そしてこのシェアも 44% という非常に高い数字、第2位以下を大きく離す圧倒的なシェアを持ってこの市場を牽引しております。新規導入者数も9500社を超えて、いよいよ1万社に迫るという状況となっております。それから広告宣伝も積極的に行ってきています。テレビですとか交通 CM、 このあたりも歴史的にずっとやっていなかったものですね、今回新たなサブスクのこの3年間の大きな成長のために投資をしています。首都圏ではこのニュース系の番組、さらに熊本地区、これはある意味パイロットですね、地方戦略のパイロットとしてテレビ各局ですね、広告を出し、そしてそこの番組でも私が説明をするなどといったことを行っております。さらに Q4 に向けてですね、この第4四半期に向けてこのテレビ CM などもさらに展開していきます。またウェブサイトなどで見かけた方もいらっしゃるかと思いますが、元 AKB の前田敦子さん、こちらをですねプラティオの広告に寄与するなど、新たな展開を実施しております。そういったことが奏功しまして、私たちのマーケティング戦略の一つとしては、やはり事例をですねどんどんご紹介していくと。特にプラティオは1日2日3日でアプリができるわけですけども、本当にそうですかというふうに聞かれた時は思われる方多いんですね。そう、実際にこういった企業さん、こういった担当の方が自分の力で内製で、ね、3日以内でアプリを開発する事例を数多く発表してきています。そしてここに示しております通り、業界もですねかなり幅広くカバーしております。最近で多いのはこの宿泊旅行業ですね。もともとはこのコロナでダメージを受けられたんですが、そこが転換点として新たな DX に取り組まれる企業は増えております。さらには製造業、自治体、そして小売など、ここに載っていない例では医療ですとかスポーツですね、こういったところにも展開をしております。こういった成功事例をどんどん広めていく、これも私たちのマーケティング戦略の一つです。次に人材です。私たちが今後この中期経営計画に沿って成長していく大きな礎となるのが優秀な人材。昨年の9月111名だったところ、積極的に採用ができております。現在133名ということで、この人材の厚み、そしてこの優秀な新たな仲間、これをもって今後とも大きく伸ばすことができると確信しております。実際にこの4月から新卒採用を行っておりまして、これも継続していきます。それからキャリア採用にあたっては ABW と最近言われております、アクティビティベースドワーキングですね。これはいつでもどこでも働けるという働き方です。当社の場合、後ほどちょっと説明しますが、いくつも選択できる働き方、こういったことが先進の優秀な人たちを引きつけるんですね。これによって私たちさらに優秀なスタッフを揃え、少数精鋭で大きく伸ばしていきたいと考えております。その実例として、昨年の8月からスタートしました熊本 R&D センター、現在6名のスタッフがおりますけれども、6名中半数、つまり3名がなんと首都圏からの移住組なんですね。つまり首都圏にいて田舎で働きたい、もっと環境のいいところで働きたいということに非常にアンテナの高かったり、そして優秀な方々、
これを首都圏の非常に競合の激しいところで採用するのではなくて、私たちの特徴を持ってこの働きやすさということで優秀な人材を採用することがすでにできているというわけです。さて、それでこの ABW ですね、私たちの働き方の新しい形というものをご紹介しましょう。コロナ前は私たちも多くの企業と同じように本社オフィス、それからそれぞれのオフィス、各国にオフィスがあって、そこに全員が出社をして仕事をするという従来型のオフィスでした。コロナによってこれは全世界的にですね、リモートワーク、テレワークという状況になりました。コロナ中はですね、これやっぱり外にも出てはいけないと、特に日本以外ですね、ロックダウンといったこともありまして、テレワークということで、押し込められた形になったわけですけれども、現在私たちが取っているのは5元オフィス、5つの形のオフィス、これを選んで使うことができるというものですね。今までのテレワークもこれもかなり快適になっておりますので、継続しています。リモートオフィスとして使います。それから本社に相当したものはセンターオフィスですね。こちらはみんなが集まってそこで質問するということではなくて、必要な時に集う場所としてのセンターオフィス。実は今日この配信もですね、センターオフィスである新しい渋谷区目黒のオフィスからお送りしております。このセンターオフィス、いよいよこの10月から使い始めております。そしてさらにサテライトオフィスですね。書いてあります通り、私たちはこの日本だけでも WeWork、リージャス、そして日経オフィスパスという3つのネットワークに契約をしております。これによって首都圏だけでも100カ所以上働くことができますし、全国各地、北海道から沖縄まで働く場所があるという形を実現しています。そして一番下がリゾートオフィスですね。これはワーケーションのことですね。後ほどご紹介しますが、ワーケーションでいかに生産性が上がるかといったところも私たちはチャレンジをしています。そして一番上にあるのがバーチャルオフィス。これはバーチャルですね、ネット上、クラウド上にあるオフィスで、そこにアバターですね、このアイコンが出ていて人がいるというのが分かるんですね。これでちょっと寄っていって声をかける、ちょっといいですかというような、こういったコミュニケーションが取れるバーチャルオフィスも採用していて、この5つのオフィス形態、自分の都合、そして生産性などに合わせて選んで使うことができるわけですね。結果として私たちの働き方としましては、4分の3以上の社員が生産性が向上したということを、答えております。実際にこれが業績にも表れているということは皆様ご存知の通りです。なぜここは生産性が上がるのか、これは働くということに対する無理とか無駄をですね、省くんですね。無駄というと時間ですけど、無理というのは例えば頭の中、私たちの仕事はクリエイティブな仕事が多いですから、頭の中がいかに快適であるかと、心配事が少ないか、安心して仕事ができるとか、こういったことで生産性が上がるわけです。さて、センターオフィスですけども、今日ですね、初めてセンターオフィスからこの配信をしておりますけれども、センターオフィス今回ですね、恵比寿の方にあります。住所は広尾という住所になりますが、恵比寿ですね、プライムタワーというところで、見晴らしも良い、つまりリモートオフィスでなかなか実現できないような集まりやすい環境というものを実現しております。これ実際、今回ですね、このオフィスはグラビオでですね、自動化、遠隔化、つまり出てこなくてもいろんなことができたり分かったりするということを実現します。さらにこの SDGs の推進も兼ねまして、前のオフィスと同じ通り、小国杉、このですね、ウッディな感覚というものを大切にしております。それでいてこれで、家賃はですね、コロナ前の半分以下ということで、この4分の1にするという効果で家賃を下げて他の選択肢を増やすということが実現できているわけですね。さて、次にこの人材育成です。一人一人の生産性を上げるだけでなく、もっともっと自分たちが育っていくというところに関して、私たちはワーケーションということをトライしています。
こちらのワーケーションはですね、観光庁のご協力のもと、また熊本 DMC という団体ですね、これは県ですとか地元銀行で作られている団体ですけども、こういった団体のご協力を得てワーケーションをですね、熊本で実施をしました。熊本のですね、昨年大きな災害での被災がありました人吉球磨地方、こちらに行きましてワーケーションを実施をしております。で、実際にワーケーションというのは一人で家族などと行うワーケーションと、もう一つチームで行うワーケーション、こちらありますけれども、今回はチームですね、ワーケーション、これはコロナ禍ではなかなか人と人が会えなかった、チームで情報交換をする機会がなかったということも踏まえてチームビルディング、こういったことも目的にしまして行いましたところ、非常にですねこの効果が出ております。これ数値などはこの3回ですね、今回行う予定ですので、最後にはですね皆様にもご報告をしたいと思います。実際こういう試みが非常に珍しいということで、この地元のですねテレビですとか、まあ、NHK をはじめですね取材をされまして、まあ、こういったことがメディアに取り上げられますと、また先ほど申し上げたような優秀な人材、アンテナの高い人材などに、届きまして、またこの人材獲得というところにつながるという効果もあるわけです。さて3つ目ですね、デジタル維新ということで、デジタル維新はやはりこの DX というところがポイントになりますが、1つ目は自治体の DX です。すでにデジタル庁というものが始まりまして、まあ、中央のところもですね、これまで私いろいろな提言と関わらせていただいておりますが、私たち自身は中央だけ進んでも、ね、これは片肺になりますので、そうではなくて両方、地方と中央、こちらも DX をしていく、ご支援をしていくということで自治体 DX を推進しております。例えば自治体における防災テックですね、昨今この気候変動なども激しい中、防災というのは自治体の非常に大きな、ポイント役目となっております。それからつい先頃の衆院選がありましたけども、ここでですねいかに人力を減らして、また接触を減らして、この実施をするかというところで、投票テックといったようなところにも貢献をしまして、こちらいずれの事例もですねプレスリリースをさせていただいております。さらに自動化遠隔化というところでは、グラビオという製品が役立っています。こちらはアシックスさんの事例、これもすでに発表させていただいておりますが、アシックス様これまで手作業でやっていたところですね、このグラビオの距離センサーというものを使うことで自動化そして精緻化をすることができています。さらに最近医療でもこのグラビオの採用が増えております。JA の山梨厚生連ですね、こちらの方では一部だけでなく、これまでCO2 センサーで店舗などで導入事例があったんですが、こちら施設全体ですね、37個のグラビオセンサーを作って、そしてセンターでデータが管理できる。で、その場で見るだけでなくて、グラビオですからデータを保管して後から分析もできると、こういったような環境を実現されています。さて、そしてデジタル維新ということですけれども、ここに欠かせないのがですね、私たち中継でも挙げておりますサステナブル SDGs です。SDGs ということを実現していくために、単にこういろんなことをやめるということではなくて、新しいやり方を推進するというために、私たちがやれることがあります。それは例えば森の保全で、こういったところをですね、新しいテクノロジー、例えばモバイルですとかドローンですとか、こういったものを使ってご支援をしたり、例えば CO2 の削減、これは今年上半期のですね株主総会で実現をしましたけれども、小国町、私たちが協定を組んでいます小国町の杉から出るですね酸素、つまり吸収する CO2 とオフセットすることで、実質 CO2 排出量がゼロの株主総会といったことも実現をしております。これはまさにブロックチェーンを使ったバーチャル株主総会だからこそできたことでありまして、こういうふうに自然なこと、それから SDGs でゴールと定めていること、そこに IT をかませる、 IT で支援するということで、このデジタルレボリューション、デジタル維新というものを実現していきたいと考えております。
そして、最後にですね、ちょっと後発事象的なことをご報告いたします。こちらあの単身というところには書いてありませんが、今週になります。今週ですね、AVF アステリアビジョンファンドの投資先の一つであります JPIC 日本の NFT ですとか、ステーブルコインといった技術を持っている会社ですが、こちらが、増資を発表いたしました。サークルというもうこれはですね、この業界ではステーブルコインでは知らない人のいない USDC つまり米国ドルと連動するステーブルコインですね。安定した仮想通貨、最近では暗号資産といいますが、まあ、これをですね発行している会社です。こちらから JPIC が5億円の出資を受けまして、当然ながらあのバリエーションというですね企業評価が上がっております。こちらの評価はもう11月ですから、これは Q3 ですね、当社の第3四半期にこの利益として貢献してくる予定です。最後に、まあ、念押しでご報告ですけれども、私たちこの来年の4月からですねプライム市場に行くということで、もともと東証からはこの条件としては全て合致しているという通知をいただいておりましたけれども、私たち自身もじゃあそこにアプライする、そこに乗っていくということを東証の方にですね申請をしまして、こちら来年4月からプライム市場であるというようなこと、これは改めてご報告しておきます。はい、というわけで私たちこの第二四半期ですね、ご報告申し上げましたが、ベースにありますのは私たちのこの中期経営計画であります STAR、STAR という4つの柱をもとにした成長計画ですね、これの第1年度の半分が今過ぎたところですけども、この STAR 中期経営計画の実現に向けてこれからも邁進してまいります。さて今日のご報告のまとめです。まず最初にお話ししましたのは、この第二四半期前年同期で増収そして利益に至りましては上場来最高益を記録いたしました。そして2番目にデザイン事業というものは減少しているものの、ソフトウェア事業と投資事業が大変好調であるということをご報告いたしました。そして最後にこの中期経営計画に基づいて施策3つの施策の状況、そしてこれから目指すところ、プライム市場でふさわしい企業としてこれからも成長していくために投資を続けていくということを皆様にご報告します。以上で私からのご報告を終わりといたします。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。以上で決算概要説明とメール、ツイッターによるご質問の受付を終了させていただきます。それではただいまから質疑応答のお時間とさせていただきます。本日は社長と常務執行役員の熊谷の2名よりご回答をさせていただきます。まずアステリアワープに関する質問が来ておりますので、常務執行役員の熊谷よりご回答をさせていただきます。最初の質問です。アステリアワープのパッケージの伸びがすごいですが、どのような要因でしょうか。特需のようなものか、もしくは今後もこれくらいの売り上げが続くのでしょうか。以上です。はい、ご質問ありがとうございます。私熊谷から回答させていただきます。どうしてもですね、あの中継計画にもありますようにサブスクリプションビジネスの強調という強化というのが挙げられていますが、当然主たる製品であるアステリアワープのパッケージのライセンス販売ですね、これを力を入れてないというわけではございません。ここ数年来大手システムインテグレーター様のとの協業を強化するという方針のもとにライセンスビジネスの強化も図っておりまして、これが今年度非常にうまくいっていると、結果として大型の新規商談が獲得できているというのがこの背景にございます。そのためにですね、ある意味特需のような形の部分もあるんですが、現在の商談状況からしますと必ずしも特需と言えないような、見込みが
ございます。なのでこれをですね、継続的にできるように、営業活動を進めてまいりたいと考えております。以上回答申し上げます。次はメールでいただいたご質問です。アステリアワープの販売パートナーとの協業でプラティオの販売促進をしていると単身に書いてありましたが、実際にはどのような趣旨のことを行っているのでしょうか。以上です。はい、ご質問ありがとうございます。アステリアワープのですね、販売の強みとしてはパートナー様の強さというものがございます。昨年度からですね、ご覧いただいている方はご存知かもしれないんですが、こういったパートナー様がですね、プラティオの販売にも興味を持っていただいて、続々とですね、両製品を扱えるパートナーとして名乗りを上げていただいております。で、昨年来このコロナ禍でですね、ウェビナーなど非常にパートナー様との協業をアステリアワープで強化してまいりました。こういった活動をですね、ワーププラティオセットでですね、販売できるパートナー様とともにウェビナーであるとかイベントの出展、こういったものを今強化をしております。こういった趣旨の活動を行っております。以上回答申し上げます。次はプラティオのチャーンレートに関するご質問です。こちらも常務執行役員の熊谷よりご回答させていただきます。プラティオのチャーンレートが第一四半期の 5.5% から 1.8% に大きく改善していますが、第一四半期がたまたま特殊要因で悪かっただけでしょうか。以上です。ご質問ありがとうございます。たまたま特殊要因で悪かっただけということもおっしゃっていただいておりますが、これはその通りとなります。このチャンレートですね、レベニューチャンレートという売上ベースのものとカスタマーチャンレートという件数ベースのもの、よく両方が使われるんですが、私どもこのレベニューチャンレートという売上ベースのものを採用して、ご説明に使用させていただいております。そのためにですね、この第一四半期のタイミングで、もともとですね、終わりの決まっている期間を区切ったですね、大規模な利用のお客様が終了してしまったということがありまして、この第一四半期というのは非常にこのチャンレートが、あまり良くない状態で移ってしまいましたが、これは第二四半期以降改善をしております。以上回答申し上げます。次は製品の市場に関する質問ですので、社長の平野よりご回答させていただきます。アステリアワープの15年連続ナンバーワンは素晴らしいと思います。プラティオもトップを目指されているかと思いますが、どのような市場でナンバーワンを目指していますでしょうか。以上です。はい、ご質問ありがとうございます。なかなかですね、良い質問というのは失礼かもしれませんが、私たち自身がですね、まさにそこを一生懸命考えているところです。プラティオはですね、このモバイルアプリをたった3日で作ることができるという製品で、現在類似の製品がですね、なかなかないですね。同じいわゆるマーケティングメッセージのものはいくつかありますけども、原理が違ったりするということもありまして、なかなかですね、リサーチ会社の方々がこのカテゴリーを決めるということをですね、難しいとおっしゃっています。例えば私たちが今打ち出してますノーコードという切り口がありますけども、ノーコードはもうアプリ作成にのみならず、いろんなものをですね、作ることができる、開発をコーディングしなくていいというものですので、ノーコード市場というのは低すぎると。でアプリ開発というとノーコード、それ以外のものもあって、ノーコードのアプリ開発というと、現在ですね、世の中で大きく認知されているのは2つぐらいしかないんですね。まだまだこの何でしょう、メジャーな市場というようなことになってませんで、今リサーチ会社の方々ともお話をしておりますけれども、何らかの切り口でですね、ナンバーワンということが言えるように、このナンバーワン戦略ですね、プラティオにもそしてグラピオにも適用していきたいと考えております。ぜひこれはお待ちください。次の質問です。小国町の選挙での活用事例は非常にいいと思います。はい、熊本ではテレビ放送されて宣伝になっていると思いますが、ワールドビジネスサテライトなど全国ネットでの放送はされる予定はあるのでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、熊本、この小国町のですね、選挙の利用、これは
各投票所のですね、人数、投票の人数というのを、これまではなんと電話でですね、役場の方に連絡されていたと、ね、これ非常に非効率ですけども、まあ、従来からそれが確実ということでやられていたものをプラディオですね、もう一発でできます。で、入れればもうセンターでデータ化されますんで、間違いもない、素早いというようなことで、この集計が非常に早くいくんですね。これは今回、まあ、小国町の方が、私たちが何も指導せずに職員の方が作られたアプリなんですね。このような形で作ることができる、本当に現場の DX ができるというものがこのプラティオの事例ですので、この投票の事例もですね、どんどん展開していきたいと考えております。で、ワールドビジネスサテライトに出るかということに関しては、まあ、私自身はこれWBS に限らずですね、いろんなところに広報活動頑張っておりますので、これが、まあ、実際に広がるということになると、まあ、WSBS どころかいろんなところに取り上げられるというようなことにつながると考えております、まあ、今後のこのマーケティング活動にご期待をくださいということで回答とさせていただきます。ありがとうございました。次の質問です。新作ソフトウェアの完成予定と内容についてお話しいただける範囲でご回答いただけますでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。新作ソフトウェアというのは、今公開してますのはハンドブックの、まあ、次世代製品ということになります。これですね、ハンドブックの次世代製品、先ほど申し上げました、この下半期にですね、もう下半期入っておりますけども、下半期中にこちらはリリースを予定しておりますし、また先ほど申し上げました通り、こちらもですね、結構大きなプロモーションをしていくという考えをしております。で、この内容ですけれども、まあ、今申し上げられるのはハンドブックの光景ですから、今ハンドブックをご利用の方はですね、その恩恵にダイレクトに預かれるというものです。さらにやはり、これまでですね、ハンドブックはセールステック、つまり営業テックというところを、まあ、打ち出していたがために、ちょっとコロナの影響ですね、ちょっと受けて知って伸びていないという状況ですので、これをですね、非常に幅広く、また、この企業センター型の組織だけではなくて、私たちがいつも言っております自立分散型の協調、自立分散協調型の組織、こういったところもカバーできるように作っております。で、私たちのプロダクトの常なんですけども、この新しいものは、まあ、最低でも5年、できれば10年使えるという設計をしております。ですから、このハンドブックの次世代もですね、今これ2009年から売って12年、ハンドブック今のものがバージョンアップしてきておりますけども、この新しい世代というのは、これから5年10年を見据えた新しいアーキテクチャで開発をしているというようなところです。はい、ここまでで今のところは、勘弁いただければと思います。ぜひご期待ください。ありがとうございました。続いてツイッターより頂戴したご質問です。コロナ感染拡大期より感染収束による経済活動回復期にこそ、需要の急回復や人材不足などからDX による業務効率化が求められると思います。アステリア製品のニーズはまさにここからとも考えられると思いますが、平野さんのお考えはいかがでしょうか。以上です。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、一言でお答えすれば、おっしゃる通りですということになります。コロナが今ですね、落ち着いてきて、で、もう実際に私たちの先ほどお話した中にもこれあるんですね。まずは、ライセンス、今回非常に大きく伸びました。歴史的に伸びましたけれども、これはなぜライセンスが伸びたかというと、従来型の企業さんがやっぱりこの DX をしないといけないというようなところでの需要、これいきなりですね、そういう企業さんがクラウドだけに行くことって難しいんですね。そうではなくて、ライセンスで、それも、まあ、クラウド自社の配下などにおいてで使うというようなニーズがですね、顕在化している。このライセンスのですね、非常な伸びというのは、この私が先ほど言いましたデジタル維新であり、コロナによって加速されたこのデジタル化、こういったものを背景にしております。それからもう一つ、プラティオの事例ですね。プラティオではなんと
旅行とか宿泊の方々の需要が伸びているんですね。これはまさにコロナでもう一番にダメージを受けた業種業界です。ただこの旅行業それから宿泊業に関してもコロナが収まったといえすぐに例えばインバウンドが復活するわけではない、同じように人が雇えるわけではない、おっしゃる通りのことが起こり、ここにやっぱり今までは使ってなかったけれども IT を使ってここを効率化していこう、さらに新しいことをやっていこうということが始まっているんですね。ですので私たち今日お話をした内容でもおっしゃったことがすでに始まっていますし、これはしばらく継続する傾向だと考えています。次は業績見込みに関するご質問です。2022年3月期の業績見込みの発表から今回の決算発表まであまり時間的間隔が空いていません。そんな中でも平野社長の視点で見て状況や感触、実感など大きく変化したものはありますでしょうかというご質問と、またこのレベルで通期の上方修正を出さなかったのはなぜでしょうか、何かリスク要因があるのでしょうかという2つのご質問を頂戴しております。こちらよろしくお願いいたします。はい、わかりました。業績予想に関する質問ですね。業績予想、通期の業績予想、今回変えておりません。で、まず状況の変化というところですけれども、実際発表させていただいたのは9月30日で、ここまでですね大きな変化ということで言うとこの業績予想を変えるようなですね大きな変化というものはございません。ただ、その時から踏まえていろんな変化というのは何でしょう、表に出ないところでは起こっていますし、いろんなチャレンジというのを継続的に行っていますので、そういうもののですね成果がまた、予想より大きく出るだとか、もしくは予想通りとかそれより小さく出るとか、こういったことはありえますので、9月30日の予想の段階で何か大きく変わったということで今回の発表があるわけではないということですね。で、今回、営業利益がですね8億を超えるという状況で、実際のこの業績予想は営業利益10億、つまり、達成率がすでに8割を超えているという状況の中で、なぜ業績予想をしないのかというご質問2つ目ですけれども、これはですね、何かリスク要因があるというわけではありません。リスク要因があるというわけではなくて、今投資事業それからソフトウェア事業どちらも好調ですね。それに加えてデザイン事業これは減少していますけれども、もう今のソフトウェア事業と投資事業の勢いを見ていただければこのデザイン事業が少々ですねふらついたり何か計画外のことが起こってもこれはもう業績予想を達成するということに関しては大して影響がないという状況まで来ています。でその上で利益ですねもう簡単に超えてしまうんではないかと、これはですね普通に考えると、私たちの計画でもそうなっています。今回、ですね投資事業のことも反映しそしてソフトウェア事業も好調ですので、普通に考えるとそうです。でこれがですね業績予想というものを上方修正ということだけを言えばいいんであればこれはできるんですけれども修正する場合にはどこというのをまた言わないといけないんですね。この数値を出さないといけないというところで今回利益の出ているソフトウェア事業そして投資事業特に投資事業の方はこの下半期でどのぐらいの益が出てくるのかこれがなかなか数字的に読みづらい。実際に今週ですね私たちがこの業績予想ということでは織り込んでいなかった投資先の増資ということもあります。こういったような変化を踏まえてですね実際投資先のある程度の目処をつけなければ通期の予想というのができませんので、現時点ではこの通期の業績予想ここまでの上半期および環境の変化は含めて精査中であるという状況でございます。
もし、何らかですね、合理的な数字を皆さんにお伝えすることができれば、その時はまた修正をさせていただきたいと考えております。以上です。次はメールでいただいたご質問です。テレビ CM や名古屋営業所の開設が今回の決算では増収増益の効果となっているのでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。テレビ CM 名古屋事業所ですね、中部事業所ですけれども、こちらの貢献についてですけれども、一言で言えばこれからということになります。はい。でテレビ CM に関しては効果測定ができておりまして、これはですね、人々の認知度アップだとかウェブサイトに来る行動ですね、こういったことのアップには明らかに結びついているということが、私たちの方では分かっています。でこれは、目の前ではですね、プラティオの CM をしましたので、プラティオの増加ということにはつながっていますが、プラティオは月額2万円というところからスタートするですね、まだまだこの単価の小さいものですので、ここが増収増益に貢献しているかというと、まだまだ絶対値が小さい。プラティオの中では大きいんですが、絶対値と全体値は小さいという状況です。でこちらですね、次が名古屋ですけれども、名古屋は開設の時にご説明しました通り、非常にこの地域として伸びが著しいですね。コロナ禍の回復も早かったですし、トヨタさんを中心とするですね、この自動車産業、こちらでの DX の進展というのも私たち肌で感じておりますので、この6月から、ね、開設をしておりますけれども、これが、今度大きな、結果につながってくると、第2年度第3年度あたりには何らか事例ですとか、このように良くなったといったことをご報告できると考えております。以上です。次の質問です。実現可能な100億円の売上達成の目論見は何年頃をめどに経営戦略を立てていますか。以上です。はい、ありがとうございます。私は創業の時から100億円という金額、これは100ミリオンドルですね、正確に言うと、グローバルに活躍をしている企業、これまでの歴史を見るとやはり100ミリオンドルというのが一つの節目になっておりますので、そこを目指しているということを何度もお話をしています。でここに関してはですね、現在まだ年数を入れていないですね。もう1年でも早くということが、私のミッションですし、私がこうやってですね、現役でバリバリ働ける間にそれを実現したい、1年でも早く実現したい、そのために新たに事業ポートフォリオも組んで、そして投資を先行してできるような形でこの事業のですね、ストラクチャー構造を組んでいるわけです。今回の利益構造を見ても、この利益ですね、単に貯めるということではなくて、私たちの投資はソフトウェア、そしてデザインというお客様の価値を提供するところに向かいます。そのために投資をできるというストラクチャーを組んでいるんですね。でこれは実際には数多くグローバルの企業ではやっていることです。もともとの創業の事業だけにスティックをして、つまりそこだけにこうしてやったり、いろんなことをですね、自前、自分の中だけでやったりすることではなく、仲間を増やし、そして連携を増やすことで100億円というものを1年も早く実現したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。続きまして、ディスプレイスの売上に関する質問になります。同様のご質問についてまとめさせていただきます。トップラインの伸びが非常に小さいのがとても気になります。その原因はディスプレイスにあると思いますが、ディスプレイスの第二四半期に至るまでの不振原因の詳細と、第三四半期以降は売上に寄与できるのかをお教えくださいというご質問と、前年同期比で営業利益、当期利益が大きく増加していますが、売上の伸びが鈍いです。デザイン事業が悪さをしていますが、コロナの影響と決算端子に記載がありますが、今後コロナが収まれば回復は見込めますかというご質問と、
最後に平野社長は特定の取引先で大きな成果を上げるやり方はリスクがあることからポートフォリオ戦略を取るとのことでしたが、このコロナ禍では非常に良い戦略だと思いましたが、現状の数字を見ると全くと言っていいほど結果が出ていません。コロナの影響と毎回おっしゃられていますが、受注した企業数の何割くらいの企業がコロナの影響を受けているのでしょうか。 T モバイル社の決算は非常に好調で、合併による影響はさすがになくなっているかと思いますので、現在の状況を説明願いますという3つのご質問を頂戴しております。ディスプレイスの不振要因とコロナ禍における受注企業の具体的な影響、コロナ収束後の見通しについてご回答ください。はい、ありがとうございます。ご心配をおかけしておりますデザイン事業についてのご質問です。まとめてご回答させていただきます。まずディスプレイスのですね、売上今回も下がっております。でこれはご説明した通り、顧客企業ですね、私たちのお客様の企業がコロナの影響を受けて、そして新しいですね、発注プロジェクトというものが、規模が小さくなったり、新しくそういったことが行われないということが発生しているためです。で実際ディスプレイスのお客さんの中で、どのぐらいがコロナの影響を受けているかということですけども、これは全てです。実は、はい、全てのお客様が影響を受けておりまして、全てのお客様が、この受注額が減っているという状況です。ですから昨年ですね、昨年の状況でさすがにこれはステイでいけるかと思ったところ、さらにこの影響が拡大したということ、それから新規の受注がコロナによって、できていないという現状、これを踏まえてですね、減収ということになっております。これが減収の中身です。でポートフォリオ戦略に関して言いますと、これは、T モバイルとそれからシアトルベースのですね、航空機会社、こちらのですね、クラッシュによって、私たちの受注が大幅に減ということになったわけで、それをベースにですね、コロナの、この字もない頃から私たちはポートフォリオ戦略を取っておりました。そしてその初期はすでにプレスリリースもいくつもしております通り、新しいですね、顧客を獲得することができています。しかしコロナが始まってから、この新しい顧客の獲得というのが非常に厳しくなっているという状況です。実際に新しく顧客獲得した顧客、アラスカエアラインさんですとかバランタインさんですとか、こういったところもですね、新規顧客ですけども、やはりもう影響を受けるとような状況になっておりまして、こういったことが収入減ということにつながっています。ポートフォリオ戦略立てて少しスタートしてきましたが、それが本当のポートフォリオになる前にですね、コロナが来てしまったと、これが実態となります。今後についてですけれども、現在このコロナ禍の中ですね、特に欧米長引いてます。皆さんご案内の通り、米国も特に英国、私たちが中心とするところですね、長引いていて、もうお客様も実は今までと同じような形で進めるのは良くないんじゃないか。例えば私たちは UK ロンドンにですね、拠点を構えてますが、これまでは EU の方々の他の国のですね、受注とかもあったわけですけれども、国をまたぐ移動、もしくは国を超えたですね、仕事の発注というのをちょっと見直そうというようなことも出ていますので、私たち自身は単にポートフォリオ戦略を組むだけでなく、お客様の新しいムーブメントですねに合ったこのデザイン戦略コンサルティングというのを今構築をしているところです。これまでのお客様についても、これしっかりですね、プロジェクトのある限りこれ増やしていきますけれども、さらにこの以前のようなですね、勢いのある伸びを得るために、新たな形の、特に DX というようなキーワード、これをですね絡めたデザイン戦略コンサルを今後進めてまいります。今年後半に関して言うと、現状ですね、はっきり申し上げますと、あまり大きな期待はしないでくださいということになります。その分私たちはソフトウェア事業、それから、投資事業というところでしっかり稼いで、
この中期経営計画の第1年をしっかりした結果で終わらせるという自信があります。で、デザイン事業ということは、どこに関しては今年度だけではなく2年度3年度というところでしっかりとこのリカバーをしてですね、重要なパートにしていくということを考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続いての質問です。最近ディスプレイスの IR が全くないのが気になります。ディスプレイスの現状や今後の状況はデュサン氏から報告以外どういった形で把握されていますか。また受注先との打ち合わせには平野社長は同席されているのでしょうかというご質問と、次回個人投資家説明会でのデュサン氏の参加を希望します、直接質問をし状況を聞いてみたいですというご意見をいただいております。こちらご質問ご意見についてご回答願います。はい、ありがとうございます。引き続きましてディスプレイスに関するご質問ですね。先ほどと少しかぶっているところもございますが回答いたします。まずですね、デュサン・ハムリン、こちらCEO としてですね、こちら務めております。で、報告というところですけれども、もう今ですね、以前に比べて調子が良くないですから、報告だけではないです。もう私が具体的にその戦略施策といったところまで入って、この指導も含めながらこの事業というものをいかにリカバーしていくか、ここの施策を立てています。今朝も実は朝4時からロンドンと会議をしましてですね、まさにこの施策のところを話した次第です。で、アナウンスがですね出ていないというお話でしたけれども、アナウンスが、出ていないのは先ほど申し上げました通り、本当に新規が取れてないんですね。新規がこのコロナ禍によって、取れていません。ポートフォリオ戦略立てましたけど、コロナ禍になって新規は取れていないというようなこと、これがアナウンスがないということにつながっております。個人投資家説明会のところへの出席は、これはもういつでも喜んでというところですね。だいたい夕方にやっておりますので、ロンドンの時間では朝ですね。ですのでそんなに苦しくなく出ることができると思いますので、特に障害がない限り私の方で招聘をしたいと思います。ということでディスプレイスに関して以上です。続いて株価に関するご質問です。株価がかなり低く、社長も同様に考えているようですが、自社株買いはもう行わないのでしょうが、プライムの判定はクリアしたので流通時価総額は気にする必要はないのではないかと考えています。以上です。はい、ありがとうございます。自社株買いについてですね。はい、自社株買いについてはこちらですね、常に選択肢の中に入れて、株主還元策の一つとしてですね、自社株買いということを選択肢に入れて検討しております。で、ご指摘の通り、この流通、株式数とかですね、時価総額、この自社株買いをしてしまうと株流通株が減ってしまいますからね、そこの兼ね合いを考えないといけないということですけれども、これ、プライムですね、決定したので、いいということですけれども、このプライムのですね決定というのは実は毎年判定されるんですね。この4月というものは私たち、合格しておりますけども、また1年後、これ毎回ですね、こちらのステージというのは判定があるということで、今回プライムが決まったからいいということではありませんで、今後ともですね、流通株式数ですとか、私たち自身のこの会計上のですね、余剰金の計算、さらには私たち自身の株価も見ながらですね、判断をしていきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。続きまして、ゴリラ社に関するご質問です。今回ゴリラ社の評価に関するご質問を2つ頂戴しておりますので、読み上げさせていただきます。ゴリラ社の評価額が見直されたのはどのような理由からでしょうか。前回のように期末ではない理由を教えてくださいというご質問と、その他収益6億8827万5000円のうち、ゴリラ社の評価益が占める割合を教えてください。またゴリラ社からの配当金の支払いは今後いつ頃になりますか
と、評価額の見直しの根拠についてと、評価益の割合、配当金の支払い時期についてご回答お願いいたします。はい、ありがとうございます。ゴリラ社についてのご質問ですね。はい、ゴリラ社の今回の評価益ですけれども、この評価益の計算というのはどういうことになっているかといいますと、出資先、これは AVF のですね、アステリアビジョンファンドの出資先ですけれども、まず出資先については IFRS で決まっておりますけれども、12ヶ月以内に必ず評価をすると、最長12ヶ月ですね、12ヶ月に1回は必ず評価をするということになっております。これが3月に評価をですねしたという結果につながっております。それからもう一つ評価をすることがありまして、それはその会社のですね実績などを踏まえた計画が変更になったとき、計画が変更というのはその会社の取締役承認で中期計画などの計画がオフィシャルに変更になったとき、これを反映するということになっております。で、今回このことが起こったということが12ヶ月以内にこの評価額をですね見直した、結果として益となったということの、いきさつプロセスということになります。で、ゴリラ社のですね、配当ということですけども、配当に関してはこれまで、ありませんし、前から申し上げまっております通り、現在ゴリラ社の方ではですね、IPO の準備をしております。で、こちらの状況でもありますので、配当ということが直近なんか起こるということは私たちの方では期待をしておりません。はい、ということでゴリラ社に関してご回答申し上げました。ありがとうございます。もう一つゴリラ社に関するご質問を頂戴しております。最近列車での事件が多いですが、ゴリラ社はそのようなことに対してのソリューションは持っているのでしょうか。台湾の鉄道ではどのような形でゴリラ社の製品が使われているのでしょうか。また日本への展開は CTC と組んで進めていくのでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、痛ましい事件が事件ですね、事件が続いておりますけれども、ああいったことの防止のためにゴリラのテクノロジーが使えるかということですね。例えばできること、これはもう顔認識、しかも動画ですね、リアルタイムの動画顔認識が極めて優れておりますので、技術的には可能なんですね。ただこれは例えば指名手配の人の顔を全部登録をしておくだとか、あるプロフィールを持った人ですね、これを登録しておくとか、こういったことってのはいわゆるプライバシーに関わる、また情報管理的なですねポリシーも引っかかるとこなので、私たち自身このゴリラ社がこの技術を持っているというのはもう確信して、実際知っておりますけれども、これを適用するのは技術の問題、ソリューションの問題ではなくて、どちらかというと 法律だとか、その企業のですねポリシーのところは大きいです。で、その上でですね、こちらの技術というものをどうやって展開していくかということですけれども、日本では CTC さんということで、組ませていただいております。顔認識のところでですね、今一番実績を持っていらっしゃるのは CTC さん、あのグラビオンですねの顔認識を持っていらっしゃいます。こちらとともに進めてまいりますが、この顔認識のニーズが高まると同時にですね、さらに他のパートナーさんというものも進めていきたいと考えております。 CTC さんの全国のカバレッジに加えて、地方地方でですね、例えば設備ですとか電気のメーカー、こういう防犯カメラをですね置かれるようなところ、こういったところも含めてですね、パートナーシップを広げていきたいと考えております。次はイマジン社に関するご質問です。中国ではスマート養老という自宅をバーチャル老人ホームにし、各種デバイスで常に健康状態をデータ収集、病院でチェックして異常が起きた時だけ対応するという仕組みが注目されているようです。日本でも介護士不足が問題になっており、そのような商品が必要になるかと思いました。グラビオと
炭素新素材グラフェン開発企業のイマジン社の取り組みがまさにぴったりではないかと思いますが、今後介護製品の商品を出す予定はありますか。またイマジン社はコロナで開発が遅れているとの話だったと記憶していますが、現在の業務は通常に戻っているのでしょうか。商品の開発は順調か教えていただきたいですというご質問と、イマジン社の評価損が発生した理由と回復は見込めるのか教えてくださいというご質問を頂戴しております。イマジン社の状況と介護関連製品を含む商品開発状況、評価額の変化と回復見込みについてご回答願います。はい、ありがとうございます。イマジン社の件に関してですね、まずイマジン社ですね、以前発表しました通り、このグラフェンのですねセンサーに関する特許を持っておりまして、まあ、ここをですね私たち自身も非常に価値を感じて協業をし、そしてグラビオとつないでですね、この何ですか、表面センサー、形のないセンサーをですね、実現しようということで、出資も行った次第です。でこちらすでにご報告をしております通り、オーストラリアの方の会社ですけれども、コロナで大きな影響を受けて開発が遅れています。これはもう遅れたので、まだ何でしょう、その遅れを取り戻すには至ってないですね。実はオーストラリアに本社がありますけれども、開発はフィンランドにあったり、その他の国に開発者がいたりということで、国際間で開発をしていたというようなことがですね、しかもこの物理的なデバイスですから、これが実はコロナで行き来ができなくなったり、いろんなコミュニケーションが取りにくくなったりしたことが原因で開発が遅れています。でこの開発が遅れているということと、ご質問の中にあった評価減というのはリンクしています。開発が遅れたことによって、もともとの計画通りにですね事業が進んでいないですから、事業がその計画のある程度の範囲内で進むことが、私たちの持っているこの評価額というところに反映されます。この開発が遅れると、当然ながら事業も遅れる、数字も遅れるということで、私たちが計上しておりますこの評価額ですね、減額せざるを得ないとような状況になって、それが今回のイマジンの評価減につながっているわけですね。先ほどゴリラ社のところでちょっとご質問に触れ忘れたんですけども、ゴリラ社の評価額がどのぐらい割合かと、ちょっとすみません思い出しましたけども、評価のですね何パーセントがゴリラかというと、プラスの評価は 100% がゴリラです。そして、マイナスの評価ですね、これは 100% イマジンです。差し引きで6億強という評価になっているということで、イマジン社はですねこの遅れによって、いまだグラビオとの発表ができてない状況で、開発もまだ途中というような状況ですので、それを踏まえて今回評価減をしております。で評価減のところのですね、復活があるのかということで言いますと、これは考えうる限りですね、今回評価を下げておりますので、今後何らかのですね進捗がある進捗が思った以上にあるというような時には、これは復活はありますけども、現在のところ私たち自身では評価減の判断をしたということになります。以上です。ありがとうございます。介護関連製品の商品を出す予定はありますか、というところはいかがでしょうか。はい、介護関連の商品ということで、実は、私たち自身はグラビオということでフロアマットのデモンストレーションなどをしたんですが、イマジン社自身は介護というところに一番フォーカスを当ててました。医療と介護ですね。これは例えばご質問にあった通り、例えばベッドから落ちたり、もしくは意図せず歩いたり徘徊ですね、こういったことを検知することによって、人手を得ずに、しかもリモートでこれを分かるというところで、商品を開発をしておりました。これがまだまだ、開発がですね、終わっていないという状況ですので、おっしゃる通り、このコロナ禍の中、そして今後、自動化遠隔化という進む中では非常に有望ではあるんですけども、残念ながらまだ、完成していないという状況でございます。以上です。続きまして、アステリアビジョンファンド出資先 JPYC に関するご質問です。はい。
JPYC が追加で海外より資金調達を行いましたが、アステリアビジョンファンドとしての追加出資の実施や方針などはありますでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。 JPYC ですね、こちら、国内でも特に有望なステーブルコインですね、安定的な仮想通貨暗号資産ということで、ABF から出資をさせていただきました。今後ということで言いますと、サークル社からの出資を踏まえてですね、今後、だいぶバリエーションが上がっておりますので、その中で今後、合理的なですね、バリエーションおよび出資割合で出資ができるかどうかということを個別に判断することになります。以上です。同じくアステリアビジョンファンドに関するご質問です。アステリアビジョンファンドの投資金額の規模ですが、今後はどのようにお考えですかというご質問と、それからご意見もいただいているので読ませていただきます。はい。アステリアビジョンファンドが株価に貢献していないので、これ以上の拡大は望みません。ソフトバンクグループも株価も決算もいまいちでした。そう簡単に有望な投資先は見つからないですし、結果が出るまでは年数がかかりすぎます。アステリアビジョンファンドは短期リターンを期待できないです。四半期決算発表は開示義務があるので結果を出していただきたいですというご意見と、前回説明会で平野社長は証券会社の意見として、アステリアの株価が上昇しないのはアステリアビジョンファンド投資部門が不透明なせいだとおっしゃっていました。これまではアステリアが四半期決算のたびに業績予想を開示しないので、不透明で株価も上がりません。マーケットは不透明を嫌うのは昔からです。大きなイベントではイギリスの EU 離脱投票や米国大統領選挙、身近なイベントでは米国雇用統計などです。結果が出るまで買いは入りません。今回の決算発表では業績予想が開示されていますが、今後も不透明を払拭するために四半期決算発表では業績予想を開示してくださいというご質問とご意見についてまとめて回答させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。アステアビジョンファンドのですね、まず規模ということですけれども、こちらは今22ミリオン US ドルですね、こちらがもう上限となっております。で、これからもう6割強ですね、約7割ほどもうすでに出資済みですので、残りの、3割程度ですね、追加で出資するということになります。で、ビジョンファンドの1ですね、1号ですね、ビジョンファンド1と呼んでおりますが、こちらはこれを額をこれから増やすことはありません。で、今後リターンですとか私たちの、キャッシュが増えると、これをですね、2号ファンド3号ファンドということを計画をしていくつもりです。それから、ご意見をいただきましたアステリアビジョンファンドについて、まず証券会社のアナリストのご意見ですけれども、これは言葉を正確に、ぜひしていただきたい。これは不透明ではなくて不安定なんですね。アステリアビジョンファンドはこの投資という性格上ですね、非常に透明性が問われるというものです。監査法人でも一番時間をかけてですね、ここを見ていただいています。その中でも当社4つのポートフォリオ企業があります。まだ4つですから、それぞれ一つ一つ私たちが中を見れるというような形ですね。ですから決して不透明ではないんですね。不安定であるということです。これは出資先の評価に依存しているということで不安定になってきています。で、ここなんですけれども、これがあるからという、ご意見はいただいておりますけれども、はっきり申し上げますが、投資事業をやめるつもりはありません。これは私の創業時からの確信で、世界を目指すソフトウェア企業を作るというところにおいて投資というものは欠かせないんですね。自前の事業だけでこれを大きくしてきたところ、 GAFA だけでなく数多くの企業ありません。私たちは世界で戦っていくということで、投資を非常に大きな柱として考えており、 AVF を作る前から投資は行っています。AVF ということで見えやすくなっておりますけれども、もう上場前からですね、
企業への出資、そして時には減損、時には得益、こういったことを経ながら成長してきています。世界でスピードを持って、そして新しい目を見つけて技術を形にして世に提供していく、これは投資以外のスピードでは難しいんですね。自前だけでは絶対に難しいというところで、今後投資事業をやめるつもりはありませんということははっきり申し上げておきます。そしてこれが創業来の事業であるソフトウェアにも寄与します。例えば今回中期計画、経営計画、3年計画ですけれども、今回投資事業において利益が出ることで、営業利益が出ることで、ソフトウェア事業に大いに投資ができる、こういった状況が生まれています。短期的なリターンが求められないということをおっしゃいます。確かに ABF はファンド10年というファンドですけれども、投資先が非常によくて評価益が上がれば、今回のようにですね、ソフトウェアにさらに投資することもできる、まあ、こういったことが実現できるんですね。それともう一つ、短期的な株価、これは実際にマーケットですから動きますけれども、私たち自身は短期的なこと以上に中長期的なことを重要視しています。だからこそ中期経営計画を出して、そこをですね、説明をし、その計画に沿って実行していくわけで、中長期的、ここに資するもの、これはソフトウェア開発、これも年単位です。そしてマーケティング、年単位です。投資も年単位ということで、私たちの事業全体が年単位ということで計画実行されているということをぜひご理解ください。以上です。続きまして、ブロックチェーン事業に関するご質問です。ブロックチェーン技術の普及に伴うブロックチェーン事業の業績拡大の想定は何年後を予想しておりますか？以上です。はい、ありがとうございます。ブロックチェーン事業に関する、まあ、ブロックチェーン事業とはまだ言えないですね、ブロックチェーンに関するご質問ですね。まあ、私たち自身、このブロックチェーンというのはソリューションとして、例えば、バーチャル株主総会などで提供しております。ただ、これはですね、私たち自身はソフトウェアをスケールさせていくということが本来の私たちの姿です。まだブロックチェーン事業そのもの、ブロックチェーン技術そのものがですね、世の中的には黎明期であるからこそ、私たち自身がソリューションとして提供しておりますけども、私たちが目指す姿は誰もがサインアップして使えるというサービス化ですね。今の当社のソフトウェア製品と同じように、ブロックチェーンを意識せずに使えるようなところまで持っていきたいと考えて、私たちはソフトウェア開発をしています。現在結果的にですね、ブロックチェーンそのものも開発をして、まあ、完了して実際に私たちの製品グラビオに組み込んでおりますし、社内でも利用しております。こういったものをですね、私たち自身もブロックチェーンのこの技術が一番この下の領域から OS などの領域、そしてアプリケーション領域などに進んでいくに応じて、そこをですね、開拓していく、まあ、皆さんのお役に立つというようなサービス、もしくはクラウド系の製品ということでご提供していきたいと考えています。まだまだちょっとお話開示できるような状況でありますが、このですね、5つ目6つ目のラインナップとして、ブロックチェーンを使った製品、そしてサービス、こういったものを開発してまいりますので、どうぞご期待ください。ありがとうございます。続きまして、販売管理費に関するご質問です。高専販促費が伸びていますが、何に使われていますでしょうか。1件あたりの獲得コストは以前と比べて大きく増えていたりはしないでしょうか。また下期からの最大の販促というのは何を行う予定でしょうか。合わせて第二四半期と比べて販促費がどれぐらい上がるのかを教えてください。以上です。はい、ありがとうございます。高専販促費に関するご質問ですね。はい、こちらですね、私たちもちろんおっしゃる通りですね、 CPA という指標があります。コストパーアクイジション
ですけれども、一つのですねリードを取るのにいくらかかるのか、これはですねしっかり見ながら、上下ですね、全体のアベレージだけではなくて一つ一つのアクティビティでこの CPA を確認しながら、マーケティング施策を選んでいます。でそういう意味では全体のですね CPA、 これは、割り算をするとテレビコマーシャルを打ったこの認知度向上策を打ったということでこれは、上がっていますね。ただ個別の施策リードを獲得する施策としては逆に下がっているとようなことで、このリードを獲得するつまり案件のですねベースとなるお客様を獲得するというところは個別に確認をしてマーケティング施策を実行していますので、ここはぜひご安心ください。それからこの後半のですね構成反則ですけれども、まあ上半期の中では首都圏の一部のテレビメディア、そして交通メディア、それからパイロット的に熊本地区ということでやりましたが、首都圏でさらにこちらですねプラティオだけでなく新製品のこのハンドブックの新世代、さらには地方はですね熊本だけでなくこの結果をもとにして複数の地方、こういったところを展開してまいります。やはりこのパイロットでやったことをですね元にして効率の良かったところ良くなかったところ、私たちの知見も上がっていますので認知をアップするようなアクティビティ活動についてもより効率的にこれいけると考えております。でこの認知度アップなんですけれども、やはり私たちプラティオ、グラビオ、それからワープコア、そしてハンドブックの新しい製品、これですねやっぱり初期段階黎明期というのは認知度を上げておいて、そこから具体的な事例などで獲得していくということがとても大切です。現在中期経営計画第1年度目ですから、そのための仕込み投資ということで割合としては第1年度、第2年度、第3年度の中で一番割合をかけていく、これが第1年度になります。まあ、後半もですね前半以上に積極的にこのマーケティングかけていきたいと考えておりますので、その成果は第2年度第3年度ぜひご期待いただきたいと考えております。以上です。続きまして配当金に関するご質問とご意見を頂戴しております。配当金をビットコインで支給できないでしょうかというご質問と、来年からプレミア市場に残ることができ非常に株主としても誇りに思っています、それによる記念配当の期待していますというご意見をいただいております。こちらご質問とご意見についてご回答願います。はい、ありがとうございます。配当ビットコインですね。はい、ちょっと検討してみますね。まあ、ビットコインがいいのかどうかですね、まあ、仮想通貨、暗号資産、別にビットコインだけではないです。それこそ当社との関係で言えば JPYC もあるわけですし、まあ、いろんなですね考えはできるかと思います。ぜひですね検討項目に加えさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。続きまして中部事業所に関するご質問です。名古屋市に新設した中部事業所について6月の開設以来事業所の効果はいかがでしょうか。中部地区の新規受注が好調との流れは継続加速していますでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。中部事業所の話ですね。中部事業所開設をしまして、実際何が進んでいるかというと、中部一期のですねパートナーこちらの方々とのコミュニケーション非常に進んでおりますし、またそこでのネットワーク効果によって案件ですね、こちら明らかに増えているという状況です。で、実際に効果が出ているかといいますと、まだですね6月スタートですので好調というのは続いております。これは名古屋県がですねやはり、景気がある程度いいというようなことの影響も受けておりますが、好調が続いておりますけど、さらにこう積み増しというのは、まあ、もう少し時間がかかるというような状況ですね。名古屋地区というのはそうですね、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。やはりこの地元にですね人がいるということを大変重視される地区でございます
で、これまでもいろんなリクエストがあったんですけど、なかなか私たち自身ができなかった、実際3年ぐらいですね、検討しつつできなかったことで作りました。これ大変地元のパートナーの皆様には歓迎されておりまして、明らかに今後ですね、業績にも貢献してくるものと考えております。以上です。次の質問です。熊本 R&D センターで開発中と記載のあるクロノコインとはどのような目的を持ったものでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。これですね、あまり大きく言ってないんですけれど、クロノコインというのは実は当社独自のブロックチェーンを使ったですね、社内プロジェクトです。あまり多くを語れません。いろんな実験をしておりますのであまり多くを語れませんが、自社製ブロックチェーン上のトークンを使った、プロジェクトですとだけ申し上げておきます。以上です。ありがとうございます。続いてメールで頂戴したご質問です。小国町との連携が加速しているようですが、今後アステリアとのコラボレーションは何か考えているのでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。小国町様とはですね、大変密な連携をさせていただいております。スタートは2015年のですね、当時インフォテリアの森という森林の保全の、プロジェクトから始まったんですけども、もう現在は小国町様が、スタートはハンドブックからですね、今はプラティオ、もうヘビーユーザーになっていただいております。でこれで先ほどご紹介したような災害の防災テックだとか、それから選挙の投票テックだとか、それ以外にも職員の方の健康管理ですとか、いろんなところにですね、もう自分たちでアプリをどんどん作っていただけると、こういう環境になっているんですね。で今後なんですけども、今後さらに小国町さんは DX を進めたいということを考えていらっしゃいます。世の中中どこでも人材不足、人不足ということを言われておりますけれども、小国町さんの場合には職員70人だけでですね、本当に広い町です。山ですから面積はとても広いんですね。でも災害とかどこでも起こりうるというような中で、たった70人で本当に効率的に、しかも合理的に、しかも正確に職務を進めるということで、町長、渡辺町長をはじめですね、この自治体 DX を率先して進める、しかもこのモバイルを活用してですね、行きたいということをおっしゃっています。特に小国町は一つ特筆すべきことがありまして、これから千円札のですね、肖像になられる北里柴三郎博士ですね、こちらの生まれられた町なんですね。ですので北里柴三郎博物館などもありまして、例えばそこの博物館を顔パスにするだとか、いろんなアイデアをですね、今話し合っていて、私たちとしてはもう日本一ですね、先端 IT がそこにあるという町にしたいということで、どんどん協業して、それは小国町だけでなくて、そこが先端ですから全国の自治体に広げていきたい、このモデルの町にしたいと考えています。以上です。続きまして最後の質問です。新しい働き方を率先していると報道でも出ているようですが、どのような効果が出ているのでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。はい、この新しい働き方ですね、コロナ前から言われていた新しい働き方以上に、どうでしょうね、私たちの働き方もうブランドにちょっと飛び越えたような働き方になっているかもしれないです。大枠は先ほどご説明した5つのですね、選択できる働き方なんですけれども、これですね、この内容はご説明した通りです。どういう効果が出ているかと言いますと、先ほどの通り、社員の生産性がとても上がっています。で 75% が生産性が上がっている、さらにはその 25% ぐらいですね、とても上がっているんですよね。で下がっているというのが 10% を切っているぐらいで、マネジメントとしては下がっているほんの一部の方々、ここをですね、いかに上げていくかということを今チャレンジしているところです。
さらに今、実験を始めていますワーケーションですけれども、これまだまだですね、結論が出ているわけではないです、トライ中ですけれども、本当に今なかなかこのコロナ禍の中ですね、会うというのが難しい、チームビルディングが難しい、まあ、こういったところの効果、そしてやはりこの頭の中をですね、どん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 刺激を受けて新しいことを発想できるようにするというようなことですね、まあ、世の中で大企業はじめイノベーションということが言われていますが、これですね、唱えただけではイノベーションなんて起こらないんですね。頭の中にいろんな刺激を与えて、いろんなインプットをして、それがケミストリーを起こすことでイノベーションというのは起こっていきます。こういったことにですね、間違いなくつながると考えているのが、この5つの選択できる働き方ですね。今の世の中で言われている働き方改革のさらに先にあるもの、これ私たちは実践して業績で示して、多くの企業がこれを取り入れるといったようなところまで持っていきたいと考えています。ありがとうございました。以上で質疑応答を終了いたします。投資家の皆様におかれましては、たくさんのご質問を頂戴し、誠にありがとうございました。最後に代表取締役社長の平野より一言ご挨拶をさせていただきます。社長、お願いします。はい、本日はご対応のところ、当社の第二四半期上半期の決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。このコロナ禍というものが続いて、まあ、今少し日本では収まっているというような状況ですけれども、ここに対して耐えたり守るというのではなく、今もご説明しました通り、私たちは攻めるという姿勢で次の時代を作っていきたいと考えています。私たち自身の今の3つの事業の柱、ソフトウェア事業、デザイン事業、そして投資事業、これはこれからの世の中に欠かせない事業だと考えております。現時点ではデコボコがありますが、トータルでは間違いなくこの中期経営計画、もしくはそれ以上の成果を出すべく、私たち全世界の全社員で尽力をしております。投資家の皆様、そして株主の皆様、この未来というものはチャレンジなくしてなし得ません。私たち自身も投資ということで、投資家の皆様と組みながら、普通の延長線上にはない成長というものを共に遂げていきたいと考えておりますので、これからもご指導ご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。